ブームバーブとは、アメリカ合衆国において、高い成長を遂げている大型の衛星都市を指す信号。ブームと、サバーブからなるか番号である。ブームバーブとも表記。2000年代初頭、バージニア工科大学大都市研究所の教授、ロバート・ラングによって定義された。1990年代に定義された、エッジシティと同様に、北、アメリカにおける20世紀後半以降の、 人口動態を表す用語として用いられている。ラングはブーンバーブを一市町村として正式に法人化されている自治体でにアメリカ合衆国内の上位50都市圏内に位置し30万人以上の人口を有し4都市圏内の中心都市ではなく5970年から2000年までに行われた国勢調査において継続して10%以上の 人口成長を遂げてきた都市と定義している。注意すべきは、アメリカ合衆国内の大型衛星都市が、すべて高い成長を遂げているというわけではなく、したがって必ず、ブーンバーブの定義に当てはまるわけではないという点である。例えば、全米最大の衛星都市である、ロサンゼルス大都市圏のロングビーチは、1970年代以前から人口が多く、10年ごとの、 国勢調査における人口成長率が低いため、ブーンバーブには含まれない。ニューヨーク大都市圏の古くからの大型衛星都市で、あるニュージャージー州ニューアークに至っては、1970年代から1990年代に人口が減少し続けており、やはりブーンバーブには含まれない。逆に、 アメリカが州国内において高い成長を遂げている都市はすべて衛星都市というわけでもないが、ブーンバーブはあくまでも衛星都市に対してのみ用いる用語である。例えば、ラスベガスは1970年の国勢調査時点での人口が125,787人に過ぎなかったが、1970年代から1990年代に高成長を遂げ、2010年の国勢調査では、 人口583,756人を数える大都市に成長した。しかし、ラスベガスは都市圏の中心都市であるため、ブーンバーブには含まれない。同市の衛星都市であるノースラスベガスは、ブーンバーブに含まれる。非法人地域は定義外であるという点にも注意が必要である。例えば、ワシントン DC の大型衛星都市、バージニア州アーリントンは、 正式に法人化された自治体ではなく国政調査指定地域であるため、ブーンバーブの定義からは外れる。なお、アメリカ合衆国外にも多数の大型衛生都市は存在するが、ブーンバーブはあくまでもアメリカ合衆国内の高成長大型衛生都市を指す用語であり、アメリカ合衆国外については、ラングは定義していない。例えば、 カナダにもトロント都市圏のミシサガやメトロバンクーバーのサレーなどの大型衛星都市があるが、これらはアメリカ合衆国外であるため、ブーンバーブの定義外である。全米最大のブーンバーブ、アリゾナ州メサ市の中心部。超高層ビルが一棟もない。この景観からは想像しづらいが、その人口はアトランタ、マイアミ、クリーブランド、ミネアポリス、セントルイスやピッツバーグをしのいでいる。 アメリカ合衆国における衛星都市の人口爆発は1940年代にはすでに見られていたが1970年代から顕著化してきた。そして1990年代以降、大型衛星都市のいくつかは他地域の著名な大都市圏の中心都市をしのぐ人口にまで成長した。例えばフェニックス東港に立地する全米最大のブーンバーブ。 メサは439,041人の人口を抱え、地域人口ではアトランタ、マイアミ、クリーブランド、ミネアポリスを超えている。同様に、ダラスフォートアース複合都市圏のアーリントン、ロサンゼルス大都市圏のアナハイムやサンタアナ、デンバー都市圏のオーロラは、セントルイスやピッツバーグよりも人口が多く、ロサンゼルス大都市圏東端の砂漠の中で発展したリバーサイドは、 シンシナティ以上の人口を抱えている。中には、ハンプトンローズ都市圏のチェサピークのように、同じ都市圏の中心都市に肉薄している例まである。2000年の国勢調査時点では、アメリカ合衆国内には、ラングの定義によるブーンバーブに該当する都市は54都市あった。アメリカ合衆国内に存在する人口10万人から50万人。 までの規模の都市における1990年代の人口成長量の約半分は、これらの54都市における成長量で占められていた。ロサンゼルス南東高の大型衛星都市、アーバイン市の中心部。ブーンバーブの中心部は総じて人口の割に規模が小さく密度が低いが、中にはこのような副都心的な商業、業務中心地が形成されていることもある。 ブーンバーブは衛星都市であるため古くから発展してきた大都市圏の中心都市のような超高層ビルが立ち並ぶ大規模なダウンタウンはあまり形成されていない。多くの場合、ブーンバーブの中心部はその密度と規模においてミネアポリスはおろかその半分以下の人口しか持たずかなりの数のブーンバーブよりも人口の少ないロードアイランド州プロビデンスにすら及ばない。また、 大都市郊外の住宅地という都市の性格から、ブーンバーブの中心部は生産の中心地よりも消費の中心地になりやすく、ビジネス主導よりもライフスタイル重視になりやすく、歩行者志向の街づくりがなされやすい。とはいえ、ブーンバーブの中心部は全てが同じというわけではない。古くからの市街地の通りから発展した密度の低い小規模な中心部もあれば、新規に開発された、 大規模で中高層ビルが立ち並ぶ副都心的な中心街もある。ラングはブーンバーブの中心部をライトレール等の鉄道の有無、規模の大小お及びその立地の三つの軸をもとに、以下の八つに分類している。アリゾナ州天ピ市の中心部。すでに土地は飽和状態に達しており、これ以上成長するためには既存の大都市のように高層建築物を建てて、 より高く伸びるしかない。ブーンバーブも永久に高成長を続けるわけではない。ニューヨーク市マンハッタンなどの古くからの大都市中心部とは異なり、ブーンバーブはより高くではなく、より広く拡大する方向へと成長するため、いずれは土地を使い果たして開発の余地がなくなっていく。土地を使い果たしたブーンバーブは成長が止まり、それまで 爆発的に増加していた人口の成長が著しく、鈍化するか、あるいは減少に向かいさえする。2000年代に入って、大都市圏の中心都市に近いブーンバーブの中には、こうした、飽和状態に達すると、それまでの高成長から低成長に転じた都市や、人口が減少した都市も見られるようになった。例えば、フェニックスの南東隣に立地する天日は、 1970年代から1990年代にかけて68.2%、32.7%、32. 12.0%と鈍化しながらも高成長を遂げてきたが、2010年の国勢調査で、の人口は16万1719人で、2000年時点の15万8945人から、わずか1.7%の増加にとどまった。 サンフランシスコ南隣のデイリーシティに至っては、2010年の国勢調査での人口は10万1123人で、2000年時点での10万3621人より2.4%減少している。中心都市に近いブーンバーブが、飽和状態に達すると、あぶれた開発と住民はより外側の衛生都市へと流れ、より外側の衛生都市がブーンバーブ化していく。 フェニックス都市圏では、天日の成長が鈍化傾向に入った頃、外側のメサが高成長を遂げていた。そのメサも2000年代には鈍化傾向に入っており、さらに外側のアパッチジャンクションやバックアイが高成長期に入った。それまでより広く高成長を続け、飽和状態に達したブーンバーブがさらに成長を続けるためには、古くからの大都市中心部のように、 より高くのビルしかなくなる。それは同時に、それまでの成長を支えてきた未開の地により、広く新規開発をという戦略を捨てることでもあり、当該都市にとってはジレンマを抱えることになる。ラングは2000年の国勢調査による人口及び都市圏の定義に従って、自身の定義するブーンバーブに該当する54都市は以下であるとした。これらの都市の多くは、 南西部に集中しており、特にカリフォルニア州は一州のみで全体の約半数にあたる26都市を抱えている。ありがとうございます。